今日で11回目の弁道話の講義となります。先月までは問答の3問目まで一応読んで一通り説明しましたけれども、4問目第4問目に入る前にもう一回第1から第3の問答まで振り返って、そして先月いただいた質問についてももう少し考えたいと思います。問答の方ではまず一人は道元禅師に向かって、あなたは座禅だけを進めているのか、進めている理由は何なの、なぜ座禅だけを進めているのか。で、道元禅師はそれは座禅が仏法の正門だからと答えているんですね。で、それに対して2番目の問いは、なぜ仏法の正門と言えるという問いでした。それに対して道元禅師は、諸仏如来あらゆる仏たちは座禅によって浄土なさった、インドから中国、そして今日本に伝わっている、この仏法を、まあ、伝えた仏祖方も例外なく座禅をされている、他に救いの道がないということではないけれども、例外なくみんな座禅したならば、これはまあ証文と言わざるを得ないでしょう。で、3番目の問いは、諸仏如来はそうかもしれない、昔のインドや中国の祖師方はそうだったかもしれないけれども、今の私たちたちのような凡夫がただぼーっと座ったぐらいじゃ悟れるはずはない、そんな無意味なことをするくらいならば、まだ念仏をしたりお経を読んだ方がマシじゃないか。で、それに対して道元禅師はかなり、まあ、厳しく答えるんですね。お前に正心がないと。まあ、そこでまず正心という他の道元禅師の書物にそんなに頻繁に出てこない言葉が出てきます。正しい心がないからお前はそういうふうに問うのだと。で、まあ、水の中にいながら喉が渇いたと叫んでいるようなものだとまた言います。で、その人に向かって、お前は念仏や読経の方がいいと言うけれども、その苦毒が分かるのか、朝から晩まで暇なく念仏唱えるというその姿はまるで春の田んぼでカエルがケロ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 と鳴いているようなものだと。しかし、そこまでお前に正心がないならば、まあ仕方ない、もうしばらく仏法を求めるのをやめた方がいい、正心を越して正しい師匠につけば必ず良くなるというか、必ず修行はできるんだけれども、最初から正心のかけらもないんだったら、まあしばらく休んだ方がいいと、まあ突き放しているような対応を道元禅師はそこでされているんですね。で、この正心という言葉は弁道話の一番最後にも出てくる、この弁道話で道元禅師が非常に大事にされている言葉です。なので、先月の私の説明はまだ十分ではなかったと思いますので、もう一回この正心とはそもそも何なのかということを考えたいと思います。私たちはよく、例えば、まあ、私はキリスト教圏に
生まれてますけれども、キリスト教でも信じること、正しい信仰は大事です。何々かを信じる。仏教でもおそらく禅よりも浄土宗、浄土真宗の方では信じること、信仰を大事にします。禅ではむしろ真よりも悟り、修行と悟りを強調しますけれども、このようにして信仰をも道元禅師は大事にされているんです。ではどういう信仰を正しいと言えるか。キリスト教であれば唯一の神とその息子であるイエスという救い主を信じることはおそらく正しい信仰とされると思うんですね。浄土真宗であれば阿弥陀如来の本願による極楽への往生を信じて念仏を唱える。真言宗ならば阿弥陀如来よりもその根本にある大日如来、そして真言の力を信じてダラニを唱える。日蓮宗ならば信仰の対象は法華経となります。法華経の力を信じて題目を唱える。では禅宗で正しい信仰と呼べるものは何か。禅宗なら本尊は釈迦如来なので、釈迦如来に帰依して曹洞宗にで大事にされている般若心経ですとか大悲心だらに殊勝儀、そういう教えを根本にして座禅による救いを信じれば、それで昇進と言えるか。要するに道元禅師の相手は座禅を十分信じなかった、それよりも念仏の方が良いと言ったから、道元禅師はそれを否定したか。というと私はそうじゃないと思うんですね。要するに昇進かどうかということは信仰の対象に関わらないと思いますね。表面だけを読むと、道元禅師は念仏をおそらくあの時から流行りだしたんですけれども、念仏ばっかり読んでいる人たちはもう田んぼでケロケロ泣いているようなカエルだと言うわけですから、ひどいことを言ってますけれども、念仏が悪いなのかそうじゃないと私が思うんですね。まずこのカエルの例えでちょっと気になるのは、春からカエルたちがまた冬眠から覚めてケロケロと泣き出すけれども、ある意味ではそれこそもう無為の働き、自然の摂理にのっとって別に分別があって悟りたい悟りたいという思いでカエルがケロケロと鳴いているのではなくて、もうそれこそ命に生かされるまんまに、泣かされるままにただ鳴いている。ある意味ではもう理想的な、私たちが真似したくてもなかなか真似できないような仕方で鳴いているんですね。むしろ念仏にしても座禅にしても本来こうあるべきですね。何かを掴もうと思って、あるいは仏と取引したくて行をやってるんではなくて、もう本当におしっこをするようにするような感じで自然に行をする。これはある意味では理想ですね。ところが道元禅師はこのカエルという例えを使っている時はおそらくそうじゃなくて、カエルが鳴くというのは自然といえば自然ですけれども、動物は人間もそうですけれども、所詮は自分の欲望に使われている。食欲、性欲、睡眠欲、その欲望の奴隷になっている。鳴いているというのもおそらく春にも配偶者を求めて
子孫を残したいから、そういう欲望に使われて泣いているだけ。人間も多くの時間は欲望の奴隷として生きているけれども、動物と違って畜生と違ってたまには我に返ってそれに気づいている。こんなつまらない畜生並みの生き方したってつまらない。道元禅師はお前のその念仏とか読経はただ欲望の奴隷として使われているだけの念仏読経である。念仏が悪いんではなくて、つまりその念仏している姿勢が悪い。例えばこれは随文記、正法眼蔵の随文記の最初の方で出てくる話ですけれども、ある師匠のもとで、まあそれこそ信仰深い修行僧がいて、この修行僧は持ち物の中に一つの箱があったんですね。で毎日毎晩この箱の前で参拝求拝をしている。で周りの者はそれを不思議に思って、何度前はこの箱の前で参拝求拝しているかと聞くと、実はこの箱はどこそこの偉いお坊さんからいただいた、どうやらインドの仏舎利の入っている大事な箱です。私はこうして毎朝毎晩仏舎利の前でお拝をして、それによるまあ功徳をいただこうと思ってます。それを聞いた師匠はやめなさいという、そんなことはやめなさい、やめてしまえと。あの箱の中には毒蛇が入っている。で実際に開けてみたら、まあ、実際に蛇が入って驚いたという話があるんですね。この修行僧のどこがいけなかったかというと、要するに余分なことをするわけですね。ありもしないその仏舎利の前で参拝求拝して、きっと功徳があるんだろうと。座禅もみんなと一緒にしたんだろうけれども、座禅だけじゃ救われないかもしれないから、自分で勝手にまあ仏舎利だと思い込んだその箱の前で参拝したり求拝したりする。でそれをまあ道元禅師が随文記の中で厳しく批判するんですね。そういう我見で修行してはいけない、自分勝手な修行をしてはいけない、ちゃんと師匠に指導を仰いで、みんなと同じ生活を営む、それで十分。あるいはまあ去年の年末から今年の正月にかけて毎年のように私托鉢に出かけたんですけれども、年末年始に托鉢をすると必ずと言っていいほど何人かはお布施を入れるときに宝くじが当たりますようにという言葉を添えてくれるんですね。まあそれもある意味では信仰深いんですね。その鉢に入れたお金で逆に1枚多くくじを買った方が当たる確率が高いと思っている人も多いでしょう。実際に坊主に伏せするぐらいだったら宝くじの1枚2枚でも買った方が当たる確率がよっぽど高いという人もいるんでしょう。でお坊さんに伏せしないで宝くじだけを買っている人と、お坊さんにお布施をして宝くじが当たりますようにと言っている人と、どちらが信仰があるかといえば、道元禅師に言わせればどちらも昇進ではないですね。どちらでも自分のスケベ根性だけで考えて、どちらの方に利益があるんだろうか。
どうしたら自分の取り分が多くなるんだろうかと。つまり道元禅師はここで決して念仏や読経を否定しているわけではなく、その念仏や読経をしている姿勢を否定している。要するに質問者は、私は所詮凡夫で悟れる、座っただけで悟れる気配がない、でも悟りたい、どうしても悟りたい。もうその時点でもうすでに昇進がない証明ですね。道元禅師からしたら、もう私たちが今座らせていただいているのは悟りの力によって、頂上の主という表現は前に出たと思いますけれども、悟りの上の座りなのに座って悟りたい、でも悟れそうにないから、どちらかというと念仏の方が効き目がありそう。念仏が悪いんじゃなくて、この効き目がありそう、なんかこっちの、とんかつ屋よりもあっちのラーメン屋はうまそうな匂いがする、あの根性がいけない。だから道元禅師は結構厳しく言うんですね。お前がケロ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 と泣いて配偶者を求めているカエルと同じ次元で仏教を考えているんだけれども、そうじゃない。で、この昇進について、今日の資料の最初のページの、半分まで、これはいずれも、裁き行動老子の言葉ですけれども、昇進という言葉は出てこないんですが、信仰について真について言われますね。まず最初の言葉、これは座禅の、心構えですが、大抵の人間は忙しい忙しいと言うとおる。なんで忙しいかといえば、煩悩に使われて忙しいだけの話じゃ。座禅しておれば暇である。天下一の暇人になるのが座禅人である。先月では、相撲を土俵の上で立って眺めるとか、行事のつもりで見る、観客としてワイワイとやりながら見るんじゃなくて、一番上から、天皇陛下になったつもりで、ただ静かにそこに起こっていることをただ見る、そういう例えで言おうとしたんですね。ですから座禅して何になるかというと、裁き老子は何にもならんという、だったらしなくてもいいじゃないかとまた人が言う。そうじゃなくて、普通は何になるか何になるか何になるかという思いに使われて、1日24時間、ハムスターが走り車の中で走っているような生活を送っている。少しでも儲かりたい、少しでも異性にモテたい、少しでも速い車に乗りたい。で、座禅はそれを一服する、その凡夫のゲームから一服することであると。ここはまだ真という言葉が出てこない。座禅をすると妄念が起こりますと言うてくる人がある。先月も3分だけでしたけれども、座禅をしたら仏になったという気がするという人はいなかったんですね。かえって雑念が増えたという人もいませんでしたけれども、たまにはそういう人がいる。座禅したら雑念が増えた。裁き老子の時からそういう人がいたらしい。で、裁き老子が言う、そうじゃない。座禅すればこそ妄念が起こっているのがよくわかるのだ。妄念ぐるみのくせに断捨てもしておれば、それが全然わからないでいるまでじゃ。座禅している時には、蚊一匹飛んできても、いや、くっついたなとよくわかるが、ダンスしておる時には、のみが金玉にくっついておってもわからず、夢中になって踊っておるやないか。要するに、普段の生活の中で雑念がないわけじゃなくて、ただその雑念に使われているということに気づいてないだけの話。で、ここから、信仰の話に、なります。一種の陶酔というものを信心とよう勘違うんじゃ
ありがたきに似た陶水、妄想というものがある。いや、そんなすべての陶水が冷め切ったところから真実なんじゃ。要するにぶっしゃりだと思って箱の前で参拝したり、求拝したり。これもまあ一緒の良いであって、むしろこの良いから冷めることこそ本当の真である。何かありがたいに似た陶水を信心と間違えてもろうては困る。座禅はいい気持ちがする。そんな座禅にふけることを三昧と間違えてはならん。それはありがたいに似た妄想が起こっただけのことである。正しい仏法はこんな陶水の冷め切ったところでなければならん。ところが宗教屋としてはこの陶水というやつが大切な商売のネタである。だから私のようなことを言う者はおらん。ですからこの第三問目の座禅よりも念仏や独居の方が効き目がありそうという人は道元禅師の目から見たらこういうまあありがたい妄想に似たようなものに引っかかってしまった。座禅している時は全然ありがたみはないけれども、念仏唱えた方がもう少しありがたい気持ちになれる。だからそれでいこう。信とは住みきよき。これは一番古いパリ語で書かれた、アビダルマの中に出てくる定義ですね。是信という、まあ、偉い唯教行にも関わったインドの学僧さんの信、の定義ですね。信とは何かというと、住みきよきことであるんですね。信とは住みきよきということである。のぼせの下がったことである。それをのぼせ上がることを信だと思って一生懸命のぼせ上がろうとするが、なかなかのぼせられん。そこでのぼせた、のぼせた真似しているやつさえいる。まあ、熱狂というものにも似たり、宗教といえば、そういうふうに熱心になって、熱が入らなければいけないと思っている人もいるんでしょうけれども、そうじゃなくてむしろ冷静になる、シラフに戻ることが座禅のポイント。三昧とは自分切りの自分であり、自称症状心である。座禅だけが自分切りの自分であることを、ことができる。座禅の時以外はいつでも他人より優れたい、他人より楽しみたい根性が出てくる。要するに座禅は比較の中のボンプゲームをやめること。土俵から降りて離れたところからエコ変象の逮捕、道元禅師は不完全禅義で言いますけれども、離れたところから自分を振り返ってみる。押したり引いたりしない。自分とライバルを比較しない。信仰ということも必死量ということも随順することである。何に随順するか。随順とは長いものに巻かれろということではない。信仰とは頂上の儀、静まるこっちゃ。つまり第三問で何がいけなかったかというと、この末法においてはもう座禅では凡夫は救えない。でもぜひ救われたい、救われたい、救われたい。その思いで念仏しても読経してもダメ。
でも念仏や読経を繰り返しますけれども、がいけないわけではなくて、同じ思いで座禅したとしても、それもダメなわけですね。念仏よりも座禅は救われやすい。俺には向いている。だから座禅する。それも昇進がないわけですね。その後に、草のいおりに、今までも何回読み上げた、和歌ですね。草のいおりに寝ても覚めても申すこと、南無釈迦牟尼仏、哀れみたまえという、道元禅師の和歌が出てきます。いつ頃のものかわからないんですけれども、道元禅師だって、ちゃんとと言っていいかわからないんですけど、念仏されている。わけですね。ただそれはお願いだから救ってくれというよりも、これはもうおのずと口から出てくる、おのずからおのずと晩年の道元禅師の口から出てきたお言葉だったんじゃないかと思いますね。座禅も同じような気持ちで早く悟りたい、早く悟りたいという思いではなく、座布の上で座らせていただいて、ゲームから、普段やってたゲームから一服させていただく。あ、なんだ、ご利益だとか、苦毒だとか、私が今まで求めてたもの、そんな次元より高い視点があるんじゃないかと。まあ、富士山のてっぺんから関東平野を見下ろして、横浜の人は自分たちを東京と比べて自分が損した気持ちになったり、鎌倉の人は自分たちを横浜と比べて田舎のつもりになったり、で早くもうちょっといいところに行きたいと思っているけれども、富士山から見たらまあ同じ次元の話。宝くじがたとえ当たったとしても、3億円が当たったとしても、そのお金で何が買えるか、自分の寿命は一日も伸びない。春に咲いた桃の花がさらにきれいに見えるというわけでもない。結局3億円が当たったとしても、その分欲望が増えて、さらに欲望の奴隷として使われる。そのハムスターの車が速く回るだけ。それにまあ気づいてもらうために昇進が必要。昇進ということは、要するに何々を信じる、これは絶対正しいというのではなく、むしろこれも捨てる、あの箱にはブッシャリが入ってないぞと言われたら、あ、そうか、あんな余計なことはしなくてもいい。もうシラフに帰る。冷静になって今ここに戻る。ただ今ここ、この自分に気づいてそれを生きるのみ。今まで喉乾いた、喉乾いたと叫んだけれども、なんだ、水、そこに。あるんじゃないか、水に浸かってたじゃないかと初めて気づく。でこのあと、2つのテキストを用意しました。先月には、まあ、仏教の輪廻転生の考え方について、ご質問があったんですね。道元禅師は現状公案の中で、薪が燃えて灰になって、そしてこの灰が再び薪にならない、それと同じように人間も死んでしまえば再び人間にならないということを言います。弁道はこの後に、道元禅師は瀬に下道といって、死んだら体だけが滅びて、心
や魂が永遠なるものとして、まあ、生まれ変わる、残るという考え方を、まあ、厳しく批判するんですね。それは下道だと。昔のインドの時代からあった考え方ですけれども、体が滅びて魂が残るという考え方は下道と言い切ってます。禅では心人一如と言って身と心は一つだというふうに捉えていると、まあ、道元禅師が言うわけです。なので若い道元禅師の書物だけを見ているとどうも生まれ変わりとか輪廻転生に対しては批判的だったんじゃないかと思わざるを得ないんですね。ところが晩年の道元禅師は、まあ、新人因果を書いたり三字の語を書いたり、それは首相儀の中でも引用されるんですね。前世があればこそ根性があって、そして来世に向かっている。それはどうしてだろう。そして、まあ、先月の質問のポイントだったと思いますけれども、実際にこの現実世界を見ていると、まあ、大変不幸な目に遭っている方々がいます。逆に本当にのんびりと、豊かな生活を送っている人もいる。それはなぜか。まあ真面目にも若い頃から真面目に働いて勉強して、世のため人のために尽くして、それでみんなに認められて、贅沢な楽な暮らしをしている人もいるかもしれないんですが、そうじゃない人もいるでしょう。で逆に何の罪も起こしてない、犯してない、悪いことを一つもしてない人も、まあ被害に遭ったり災害に遭ったり怪我したり病気したり悲惨な死に方をする。例えば、まあ、阪神大震災もそうでしたし、東北の大震災もそうでしたし、去年あったいろんな震災もそうでしたけれども、亡くなった人は何にも悪いことをしてないはず。ひょっとしてじゃあ前世に何かあったんだろうか。おそらく人間は理由や意味があれば多くのことに耐えることができると思うんですね。かなり痛い目にあったとしても、それにはこういう理由があるよ、それに耐えるとゆくゆくはこうなりますよという、まあ説明があると、そういう物語を与えると多くのことに耐えることができるんですね。仏教の場合は、まあ、それは輪廻転生の物語であって、キリスト教の場合は前世についてはなぜか何も言われないんですけれども、この世においていろんなこと理不尽に耐えれば、それは最後の審判で認められて、貧しい人こそ、虐げられた人こそ来世は神の国に一番入りやすいとイエスが言うわけですね。ですからキリスト教の場合ですと、この世の苦しみはまあ来世に向けての、まあ、準備というか試練だという考え方もあります。ところがキリスト教にしても仏教にしても、この21世紀においてはこの物語を、まあ、信じなくなった人も多いと思いますし、800年前の道元禅師はどうだったかというのもわからない。
わからないけれども、若い時にはあまりこの話、この物語を使ってないのに、晩年には使うことになったんですね。で、そこで、まあ、今日皆さんちょっと見たいのは、消防現像同心という短い巻です。長さで言えば、消防現像障子より少しだけ長い。そして消防現像障子と同じように、まあ、読みやすい、ひらがなが多い。難しい仏教用語はほとんど出てこない。また消防現像障子と同じように日付がないので道元禅師がいつ頃お書きになったかはわからない、75巻本の中にも12巻本の中にも含まれていないので、まあ、岩波文庫では一番最後に障子、と同じようなところで収められているんですね。いつ書かれたかわからない。消防現像障子も道元禅師の教えが簡潔にまとめられているので、最後の最後に書かれたという人もいるんですが、消防現像障子の場合ですと、私は道元禅師の若い頃、30歳代の作品だと思うんですね。道子の場合ですと、文体こそ、例えば十二漢本のような晩年の道元禅師の作品と文体は違うんですね。むしろ障子のように読みやすい作品ですが、内容は障子とは全く違って、むしろ内容的には十二漢本に近いところがあるので、まあ、晩年の道元禅師の作品だと思います。それを、読み上げたいと思います。この番号は私は勝手に振ったんですが、1からです。仏道を求むるにはまず道心を先とすべし、この巻の題名にもなっている道心というのは菩提心と同じ意味で、道元禅師が諸母現像随文記でも学童用人衆でも重運動式でも、要するに若い頃まだ宇治の高尚寺におられた時から非常に大事にされていることです。永平寺で書かれた天蔵経訓もまず菩提心が一番だという言葉から始まってますし、修二漢本には消防現像発菩提心という巻もまたあります。この巻でもまず道心がなくてはならないということを言われます。仏道を求むるにはまず道心を先とすべし。この仏道というのは仏の道と書きますが、阿耨多羅三藐三菩提という意味もあります。道心のありよう知れる人まれなり。この道心がよく分かっている人は少ない。明らかに知れん人に遠ぼし。そういう人は少ないけれども、はっきりこの道心を諦めた人に聞くべきである。世の人は道心ありといえども、まことには道心なき人あり。困ったことに、俺には道心があると言いながら本当はないという人も世の中にいる。だから道心が本当に分かった人はなかなか見つけにくいということです。まことに道心ありて人に知られざる人あり。一方では道心がないのに俺にはあるという人もいれば、逆に道心を持っていながらそれを口に出さない、それを人に知らせていない、人に知られざる人あり。本物を見つけなければいけないけれども、本物こそ自分は本物だと言わないからなかなか見つからない。見極めは難しい。書くのごとくありなし知りがたし。だから道心があるかないかなかなかわからない。素人には大方
愚かに悪しき人の言葉を信ぜず聞かざるなり。大概バカ者や悪い人の言葉を信じないだろう。そういう人の話を聞かないだろう。同じようにまた我が心を先とせざれ、仏のとかせたまいたるのりを先とすべし。要するに私たちは普段バカ者の話、悪い人の話を聞いたり信じたりしない。それと同じように信じるべきものは我が心を先としない、自分のことを後回しにして仏の解かせたまいたるのりを先とすべし、仏の教えこそ先とすべきである。よくよく同心あるべきようを夜昼常に心にかけて、この世にいかでか誠の菩提あらましと願い祈るべし。ですから同心を起こすことはなかなか難しい。同心のある人を見つけることもなかなか難しいけれども、とにかく朝から晩まで夜寝ている間もぜひともこの同心を、起こしたい。そしてこの菩提を世の中に広めたい。それを願い祈るべきであるという、この最初のところはおそらく道元禅師は若い頃から晩年までずっと持ち続けた信念だと思うんですね。まず菩提心、これはなくてはならない。で、十二漢文の正法眼蔵に載っている、発菩提心の巻では、去年の10月でしたか、死刑の要請書でもちょっと取り上げたんですけれども、まあ、有名な地味徳土先導たという言葉が出てきます。自分が救われる前にまず人を救いたいという思い、それを起こす。ところが私たちは普段の生活の中で自分さえ良ければ良いという気持ちでやっていることがほとんどだと思うんです。一番可愛いのは自分。そんな凡夫の心の中で地味徳土先導たというような、とても願い、とてもとんでもない願いが起こるはずがないじゃないかと、おそらく多くの人は考えているし、道元禅師の時代にもおられたと思うんですね。そういう思いが素晴らしいのはわかるけれども、私はそんなことを真剣に考えたこともないし、そういう自分よりも人を大切にしよう、そんな願いが出てきそうな気配が全くないという人もいたと思いますね。同心が素晴らしいの、それはわかるけれども、どうも私には無理で、道元禅師はこの巻の中でいかにしてどうこの発菩提心が可能なのかをまあ考えているんですね。割とまあ難しいというか、なぜこれをここで聞かなければいけなかったという時間論も出てきます。一日の間我々は何回生まれて何回死ぬかということを道元禅師が計算して、それはもう何億回だという膨大な数ですね。1秒の間の中でも1秒の間にも何回も何回も死んでは生まれる。なぜこの話が出てくるかというと、私が思うには昨日までの話はそれはもう変えられない。でも今日は昨日ではない。この一瞬はついさっきまでの続きではない。つい一瞬前までは私は凡夫だったけれども、この一瞬はまっさらな一瞬、
まっさらだから前世の業がある、今までの私の行いがある、それが邪魔して菩提心が起こせない、そんなことはありえない。チャンスは1秒の間に何回も何回もある。ところが、まあ、そのために必要なものは観の動向と道元禅師が言われます。観の動向という言葉は、まあ、仏と衆生が関わり合っている働きです。そしてまあ悟るためには衆生が仏に触れて、その働きに触れて自らのまあ仏性に覚めなければいけない。この仏にはどこで触れることができるのか、どこに行けば衆生は仏に出会えるかというと、それはもちろん自分の中の仏ですね。別に外側に仏があるわけではなく、例えば前々から私が言っているこのどうしようもない凡夫の自分、果たして救えるんだろうか、この思いですら自分が仏でなければ出てこなかったはずです。なぜならば凡夫は自分は凡夫だと気づかない。自分を反省して懺悔している、その時も実は観の動向が行われている。仏に照らされて自分の煩悩を気づいて反省して生き方を振り返っているんですね。ところが、まあ正法眼蔵随聞記とか永平真偽で大事にされるのは、この修行とか仏道というのは個人プレイではない、自分一人でできるものではない、必ず正しい師匠についてしなければ結局自分の我見、自分の思いに問われる、とらわれる、あの仏舎利のつもりであった箱の前でずっと参拝しているような修行になってしまう。つまり観の動向というのは自分の中の主生と仏が関わり合っているという働きもあるんですけど、実際に目の前にある師匠と弟子が観の動向する。道元禅師も中国で観の動向して新人脱落という言葉を聞いて師匠のもとで目が開いたと言われています。観の動向ですから、菩提心で言えば、あるいはここでは道心という言葉を使ってますけれども、道元禅師はまず道心のある人に会わなければダメである。そうしないと観の動向できない。例えて言うならば、インフルエンザにかかるためにはどんなに他に自分の体力が落ちても調子が悪くて、で、まあ、インフルエンザの菌が住みやすい、冷たくて乾いた環境に行ったとしても、そこに実際にインフルエンザの菌を持っている人が来なければインフルエンザになることは絶対にない。どんなに免疫力がなくてもインフルエンザにすでになっている人にではないとうつらない。で、まあ、菩提心もそうだと道元禅師が言うんですね。菩提心をすでに起こしている人に出会わなければ自分の中にも起こらない。で、残念ながら菩提心を起こしている人は少ない。起こしたとしてもそれを口に出さない、言わない、偽物が多い。で、まあ、さらに困ったことに、実際に菩提心のある人に
あったとしても、私たちにはまあ免疫力が強い。菩提心に対する免疫力が強い。それは何かというと、自分の我、自分の自我が強い。実際にそういう人の話を聞いても、その生活態度を見る機会があったとしても、いや、俺にはできないという。免疫力が高くて、インフルエンザのように簡単にはうつらない。まあ、うつる人にはうつる。うつらない人にはうつらない。というわけで、消防現像同心では、まず、同心のある人に会いなさい。でもなかなか見つからない。見つかったと思っても偽物だったり、こちらの免疫力が高くて映らなかったり、免疫力が高いということは結局まあ昇進がないということですね。本当に素直に向こうの実物見本から学ぼうという姿勢がまだできてない。でそこで2ですね。世の末には誠ある同心者多く大方なし、この末法において、まあ、道元禅師は末法という言葉あまり使わないんですけれども、この世の末にはというのはおそらく当時の末法思想を受けての表現だと思います。今のこの世の中には本当の同心者は決して多くない。しかあれどもしばらく心を無常にかけて、世の儚く人の命の危うきこと忘れざるべし。これは学童四人衆の一番最初に言われたことですね。無常であることを本当に分かったならば、必ず菩提心が起こる。それは周りの他人事として無常ではなく、あの鴨川のほとりにおそらく捨ててあった屍、あのように私もなるんだと。必ずそうなってしまう。そうしたら同心が起こらざるはずがない。我は世の儚きことを思うと知られざるべし、これがまた面白いというか、前の下りでは同心がないのに俺にはあるという人がおると道元禅師が言われました。同心があるのにそれを大きい声で言わない人もいる。でここではたとえ世の儚きことを思う、要するに無常だと思ったとしても、無常だ無常だ無常だとみんなに言いふらすべきではない。いかにも自分は同心を持っているかのように、世の中は無常であると、諸行は無常である、諸法は無我であると、うるさく言うべきではない。知られざるべし、人に知らせてはいけない。相構えて法を重くして我が身がを我が命を軽くすべし、そうしないと無常だ無常だと言いながら、それによっていかに自分は同心を持っているかと人々のアピールしたくなる。そうではなく自分を軽くして法こそ重くすべしである。法のためには身も命も惜しまざるべし。ここもまあ生じと通じるんですね。身をも心も放ち忘れて仏の家に投げ入れてということですね。ただなかなか新人脱落できない。どうすべきか。そこでまあ3番目では仏法僧の三宝への帰依が言われるんです。次には深く仏法僧三宝を敬いて奉るべし、生を変え身を変えても三宝を供養し敬いて奉らんことを願うべし。
生を変え、身を変えるということは、まさに輪廻転生のことだと思いますね。根性から来世になったとしても、この身が滅びて、次に新しい身をいただいたとしても、休むことなく、仏法僧という三宝を供養し、それに帰依すべきである。寝ても覚めても三宝の功徳を思い立てまつるべし。寝ても覚めても、寝ても覚めても三宝を唱えてまつるべし。たとえこの生を捨てて、いまだ後の生に生まれざらん、その間、昼夕ということあり。ここでは、生宝現像では、十二漢本以外ではあまり言われない死後の話が出てきますね。要するに根性はずっと消え仏、消え法、消えそうというふうに三宝に消えして立てまつるべし。では死んだ後にどうすべきか。死んだらもう口は動かせないけれども、昼夕においても、昼夕ということは要するに死んでから次に生まれ変わるまでの間ですね、俗に言う四十九日のことですね。昼夕においてもずっと唱えるべきであると。その命7日なる、要するにまずは初7日までが昼夕と、その間も常に声もやまず三宝を唱えて立てまつらんと思うべし。7日を経ぬれば中夕にて死して、まだ中夕の身を受けて7日あり。初7日でいっぺん中夕にいながらいっぺん死んで、でも再び中夕に生まれて、もういっぺん7日があるわけですね。今度は2七日までの間、これもまた中夕です。いかに久しといえども、この七七日、要するに四十九日をおぼすぎず、長くても中夕は四十九日に続く。この七日間の期間は七回、長くても七回、続くんです。で、その間、生まれ変わる先が決まると。昔から仏教で信じられたんですね。ですから長くても四十九日が経てば、またこの世に新しい生をいただいて、人間かわからないけれども六道輪廻をするというのは伝統的な考え方です。ですから、おそらくインドではこの四十九日が過ぎると、仏教徒はもうこの死者の弔いをしなかったんじゃないかと私は勝手に思うんですね。なぜならばもう生まれ変わっているわけですから、四十九日が過ぎると。中国に入ってから百花日法要と、一周期ができたとは聞いてます。これはまだインドにはなかったんですね。なぜならば百花日一周期の時点ではもう生まれ変わっているわけですから、あの世に死者はいない。で、日本では一周期の間に3回期、7回期、13回、33回期、50回期と、だいぶ増えたと聞いております。これはある本とかある講義で聞いた話ですけれども、これは昔の日本人の、死生観だと、今は二十歳で成人しますけど、昔だったらおそらくもう少し若い時点で14、15歳あたりで成人と見なされたんですけど、その前には七五三というふうに3歳、5歳、7歳になってお宮参りして少しずつ大人になっていくんです。で、ここから60で還暦になるまでは、大人として大人の社会の中の役目を果たして、
大人として働いて、還暦をすると、まあ、いっぺん赤ちゃんに戻ると言われるんですね。まあ、文字通り赤ちゃんになるわけではないんですけど、一応もう引退して役目から責任から自由になって、残りの人生をまあ子供のようというわけではないんですけれども、まあある意味ではまた子供というか、ここに向かっていくんですね。死に向かっていく。ですから子供の時に何を考えたかというと、人にもよると思うんですけれども、多くの子供はまず自分がこの世にいるということに一時期驚くんですね。なぜそもそも私はここにいるんだろうという。ところが思春期になると、その驚きというよりも人と自分の違いとか自分らしさということが気になるんですね。私の私らしさは何か、そして自分の生き方を見つけようとする。最初のそもそも私が存在しているという驚きというよりも、私って誰なのかという別の問題意識に変わるんですね。で、大人になるとむしろそういう問題、子供じみた問題よりも、まあ世の中の在り方、社会の在り方、自分の役目など、それを意識して変えられることを変えながら自分の務めをしている。ところが6時になると、今度は自分はいずれなくなる。で、この後のことはよくわからないので、再びそもそもこの世に自分がいるとはどういうことなのか、そしてここから自分は消えるというのはそもそも何なのか、この子供の感覚に似たような、そもそも存在するとは何なのかを持つようになる。そしてまあこれはどうやら日本人独特らしいんですけれども、この死んでしまうとはこのあの世に行くけれども、このあの世でもまあ七五三とは違うけれども、一周期があって、三回期があって、七回があって、十三回期、三十三回期、五十回期があって、まあ成仏と言いますけれども仏になる。仏にもまだそれぞれ区切りがあって、キャリアがあって、神になるともうまた言われるんですね。どのタイミングで神になるかわからないけれども、まあ、このイラスト、私が民族学者の本で見た覚えがあるんですけれども、このイラストによると、仏になっても神になってもまたここに戻る。ただ四十九日ではないんですね。もっと長い50回忌、33回忌、50回忌の時はまだおばあさんがあの世にいらっしゃる。でもさらに長い時間を経るとまたここに戻ると。まあ今でもこれを文字通り信じる日本人がいるかわからないんですが、地域によっての違いもあるんでしょうけれども、そういうふうに死生生死を考えた昔の日本人もいらっしゃったようです。四十九日ではなくてもっと長い時間を経てまたここに戻る。ところが道元禅師がここに言っているこの四十九日の話は従来の仏教ですね。ここからここまで、次の生まれ変われば7日の期間が長くても7回です。50日も経てば亡くなった人はこの世に戻っている。で、まあ、ここで言われるのは、その間も休むことなく消え三宝、ナム消え仏、ナム消え法、ナム消え僧と唱えなさい。この時何事を見聞きも触りなきこと、天眼のごとし、かからん時心励まして三宝を唱えて立つまれり、ナムキエ仏、ナムキエ法、ナムキエ僧、整えて立てまつらんこと、忘れず今なく唱えてまつるべし。
すでに中秋を過ぎて四十九日が終わったんですね。父母のほとりに近づかんときも、この父母というのは自分の生前のお父さんお母さんのことではないんですね。おそらくここを読むと、今の日本人だったら亡くなったらあの世に行ってまたお父さんお母さんに会えると思われるので、ここの父母は自分の生前のお父さんお母さんと思いがちかもしれませんが、そうじゃなくて新しい、今度新しく生まれ変わるので、新しいお父さんとお母さんのほとりに近づかん時も、愛構えて愛構えて承知ありて宅対せん、ところ太蔵にありても三宝を唱えて祀るべし。今度は新しいお父さんお母さんの産むつけて新しいお母さんの中に宿るんですね。道元禅師は弁道話でこの体がなくなった後に心が残るという考え方を厳しく批判しているのに、ここは何が宿るんだろうかという問題はもちろんあります。で、ここでずっと、要するにずっと三宝に帰依しなさい、三宝を唱えて祀るべし、生まれ落ちん時も唱えて祀らんこと怠ざらん、今度新しく生まれる時も出産の時も赤ちゃんは唱えなさいと、赤ちゃんでも唱えなさい、六根に経て三宝を供養し、たつ祭り唱えて祭るべし、帰依して祭らんと深く願うべし。で、まあ、ちょっと気になるというか、これはどうも若い道元禅師の作品だと考えにくいというのは、ちょっと飛ばして7からのところですね。帰依三宝の重要性が説かれて、菩提心を起こしたければとにかく仏法僧に帰依しなさい。そして7番、また一生のうちに仏を作りて立て祭らんと営むべし。この一生の間に仏を作りなさい。若い道元禅師だったら身をも心も放ち忘れて仏の家に投げ入れる、その瞬間も自分は仏になっている、この身このまま仏の身であった。ところがここではそういう意味じゃなくて、まあ家に、その当時鎌倉時代では家に仏壇があった家は少なかったかもしれないけれども、仏壇を作ってそこに仏を建て祀るべし、仏像を仏師に作らせて、それを、ちゃんと家に置いときなさい。作りて作り立て祭りては三種の供養寺立て祭るべし。三種というは僧座釈密正念となり、要するにその仏壇には僧座、これは仏像の下に置いておくものでしょうか、正直言ってよくわからないけれども、今の仏壇にはそういうものは見かけませんけれども、まあ、お釈迦様が生きてた時代に座れるように、まあ、御座のようなものを供養した人がいて、これも大きな供養、お布施であったと言われてます。僧座という字から想像するというのは、この仏の下に置いておくもの、敷物のようなものだと想像します。釈密正というのは甘い飲み物、まあ、私たちが法要すると十日砂といって、砂糖の入った水とお菓子とお茶を必ず備えますけれども、そういう、蜜や砂糖の入った飲み物であったはずです。念頭というのはろうそくのことですね、これを備えなさいと。そして8番、またこの章のうちに法華経を作り立て祭るべし。要するについでに
キエサンボだけではなくて仏像も作って大事にして、法華経を作りてたたまつるべし、法華経を書き写して書きもし、勝者もしてたつまりて立ち保ち立てまつるべし、常にはいただき礼拝して礼拝し立てまつる立てまつり加工見明かし恩敷衣服も参らすべし、常にいただきをよくしていただき参らすべし。要するにこの法華経を仏と同じように大事にして、それを自分の頭に乗せるときにはまず頭をきれいにする。9番目、また常に袈裟をかけて座禅すべし。晩年の道元禅師は伝衣とか座禅、袈裟功徳といって袈裟の重要性を説く巻もあるんですけれども、ここではお袈裟をかけて座禅をすることが説かれてます。今朝は第三章に得道する千章あり。これはある時にふざけてお袈裟を身につけて踊った、まあ、売春婦の話ですね。もう昔のインドの話ですけれども、ふざけてこのお袈裟を身につけたのに、それが縁で生まれ変わって、さらに一遍生まれ変わってこの人はまあ仏教の師匠に出会って尼さんになって悟りを開くことができた。つまりお袈裟にはそういう力があると道元禅師が言われるんですね。すでに三世の諸仏の衣なり功徳は狩るべからず、お袈裟は仏の着るものだから、その功徳は決して軽いものではない。座禅は三階の方にあらず、諸祖の方なりと。ところが弁道はあの頃の道元禅師は、座禅をすれば礼拝焼香換金懺悔などしなくてよいと言われたんですね。おそらくその頃から道元禅師の僧堂ではお経も読まれて礼拝もされて焼香もされたと思うんですけれども、すべてのベースにはまだ座禅がある。でここでは最後についでに座禅もしましょうというような感じで言われているのは、まあ若い道元禅師だったらとても書かなかったと思いますね。若い道元禅師ならまず座禅をする。不完全義を見ていると菩提心という言葉すら出てこないので、菩提心がなくてもまず座禅をする。ここでは要するにこの差をどう説明したらいいか。で私はまあ晩年の道元禅師の優しさだと思います。方便だと思ってます。道心をまず起こすべき、そのためには正しい師匠につかなければいけない。でも師匠が見つからない場合もあるし、師匠見つかったけれどもどうも自分には道心が起こらない、だったらもうとにかく消え仏、消え法、消え僧と唱えて、根性がダメなら来世でも続けて、法華経という大事なお経もある、仏像も大事にして、お袈裟も大事にして、座禅もしましょう。こういうまあ弁道はと並べて読むと非常に不思議な巻も道元禅師の浄法現像の中にあります。私はここはまあ方便としていただこうと思ってます。優しさの表現だと思ってます。最後まあ10分しかないんですが、ヨブ記という、これはキリスト教の旧約聖書に出てくる書物です。
キリスト教には輪廻転生という考え方はない。そして新約聖書になると、まあ、イエスは虐げられているものこそ神の国に近いと、神の国に入りやすいと言われますけれども、今のキリスト教にも昔のユダヤ教にもやはり信仰深い人はそんなひどい目には合わないはずだという考え方は強いと思いますね。特にまあ民間ではちゃんと教会に行ってミサに参加してお布施もして、日常生活の中でも、いい行いをし神を信じればそんなひどい目には合わないはず。ところがひどい目に合う時だってある。でその問題が取り上げられているのは旧約聖書の呼ぶ記です。少し最初のところを読んでみます。ウズ、これはあの国の名前ですね。どこかわからないけれども、これはイスラエルじゃなくてどこか中近東の別のところではないかと言われたりします。ウズの地に呼ぶという名の人があった。その人となりは全くかつ正しく神を恐れ悪に遠ざかった。彼に男の子7人と女の子3人があり、その家畜は羊7千とラクダ3千と牛500匹、オスロバ500頭で、しもべも非常に多く、この人は東の人々のうちで最も大いなるものであった。要するにこういう大金持ち、しかも正しい人がいました。主、これは神様のことですね。主はサタンに言われた。ここサタンと神のやり取りがあります。あなたは私のしもべヨブのように全くかつ正しく神を恐れ悪に遠ざかる者の世にないことを気づいたか。要するにサタン、お前はこのヨブというすごい人を知っているか。サタンは主に答えていった。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家及びすべての所有物の周りにくまなく間垣を設けられたではありませんか。あなたは彼の勤労を私腹されたので、その家畜は地に増えたのです。しかし今あなたの手を伸べて彼のすべての所有物を打ってごらんなさい。彼は必ずあなたの顔に向かってあなたを呪うでしょう。要するに神はこのヨブを非常に自慢をしたんですね。サタンに私を信じている人間のうちにこういう素晴らしい人がいる、それを知っているかと。でサタンは、いや彼があなたを信じている、正しく行っているにはちゃんと理由がある。なぜならば恵まれた生活をしているから、彼が信仰が深いだけであって、彼からその所有物を全部奪ってみなさい、おそらくお前を呪うであろうという、そういう賭けですね。神様とサタンは、賭けをするんですね。でまあ、省略しますけど全部読み上げませんけれども、要するに神はまず、いやヨブは私を捨てないはず、よかったら彼からその所有物を全部奪ってみなさいと。でサタンはそれをするわけですね。この何千匹の羊やラクダや牛が全部殺されて、7人の息子たちと3人の息子たちも
全部殺されるわけですね。で、その報告がヨブのところに入るんですね。そうするとヨブは、これは20という番号が振っているんですね。あの最後のページの、6行目の20のところですね。みんな亡くなってしまったと、残っているのは本人とその妻だけですね。その報告を受けて、この時ヨブは起き上がり、上着を、何と読みます、先、上着を裂き、頭を剃り、地に伏して拝し、そして言った、私は裸で母の胎、はい、母の胎を出た、また裸で賢に帰ろう、主が与え主が取られたのだ、主の皆は褒むべきかなと。まあなかなか普通の人にはできない、全部亡くなった自分の10人の可愛い子供まで死んでしまった、何の罪もないこの子供たちが亡くなった時に、ヨブはそれは全部与えられたもの、いただいた、神からいただいたものだから、これは返すと言われたら返すべきであって、私だって同じように地に帰るんであろうと。主の皆は褒めべき、褒むべきかなと。で、そのすべてにおいて最後に言われるんですけど、すべて、このことにおいてヨブは罪を起こさず、また神に向かって愚かなことを言わなかった。ところがサタンはそれで満足しないんですね、所有物を奪ってもまだヨブ本人にはこの災害が及んでないので、ヨブにもちょっと病気でも、起こさせて彼を苦しめたいと。で、神はよかろう、それでも彼は信仰を捨てないはずだから、今度はヨブ自身はサタンの働きで、病気になったんですね。で、その病気は、まあ、どうやら皮膚病かと、8番で、今度は第2章の8番です。ヨブは陶器の破片を取り、それで自分の身をかき、肺の中に座った。非常にかゆかったはずです。もうかゆくてかゆくてもしょうがない。で、その時、その様子を見た妻だけは、残ってたんですね。子供はみんな死ぬんだけど、妻は無事で、時にその妻は仮に言った、あなたはなおも固く保って自分をまとうするのですか、それでも信仰してないのかと彼に言うんですね。神を呪って死になさいと、まあひどいことを妻が言うんですね。こんなひどい目にあったんだから、もういい加減に信仰を捨てて神を呪って死んでしまえと。しかしヨブは彼女に言った、あなたの語ることは愚かな女の語るのと同じだ。我は神から幸を受けるのだから、患いをも受けるべきではないか。すべてこのことにおいてヨブはその唇を持って罪を起こさなかった。で、この後、まあ、省略している部分が、多いんですけれども、3人の友達が彼のところに来てお見舞いに来るんですね。で、かわいそうだなとまずなるんですね。で、どうですかと、気持ちはどうかと、聞くんですね。で、まあ彼はその3人の友達に本当はもう生まれてくる来なければよかったとまで言うんですけれども、神を呪うことはないんですね。そしてここには載ってないんですけれども、この3人の友達は、でもこれはひょっとして天罰じゃないだろうかと、
お前は何も悪いことをしてないと言うけれども、そんなはずはない。何も悪いことしてなければ、こんなことは起こらないはず。でも、ヨブは、いや、私にはそんな身の覚えは全くない。身には覚えはないよと。それに対してまた3人の友達は、いや、そのおごりこそいけないかもしれない。神は心の罪だって裁く。実際には口にも出してないし、悪いことはしていないかもしれないけれども、なんか悪いことを考えたんじゃないか。いや、ヨブはそれもしてないよと。私はこんな目に遭うようなことは一つもしてない。で、そのやり取りはだいぶ長く続きます、この呼ぶ記では。で、最後には神様も登場するわけです。で、神様は確かに呼ぶは一つも正しくないことをしてない。呼ぶは正しいものだと。悪いこと一つもしてないを言うんですね。神様はヨブを認めているんですが、そうしたらヨブは、じゃあなんで私をこの目に遭わしたのか、なんでこんなひどいことをするのかと、サタンとつるんで私にこんな目に遭わさなくてもいいじゃないかと。で、それに対してこの最後の方に第38章がありますが、それに対してこう書いてあります。この時主はつむじ風の中から呼ぶに答えられた。無知の言葉をもって神の計りごとを暗くすること、暗くするこの者は誰か。あなたは腰に帯しておとなしくせよ。私はあなたに尋ねる。私に答えよ。私が地に元を据えたとき、どこにいたか。つまり、この宇宙を創造したときに、お前はどこにいたか。もしあなたが知っているなら、いえ。あなたがもし知っているなら、誰がその度量を定めたか。誰が計り縄を地の上に張ったか。その土台は何の上に置かれたか。その隅の石は誰が据えたか。で、まあ、それはしばらく続いて、第40章では神はこう言うんです。主はまた呼ぶに答えて言われて、非難する者が全能者と戦おうとするのか、神と論ずる者はこれに答えよう。そこで呼ぶは主に答えて言った。見よ、私は誠に卑しいものです。何とあなたに答えましょうか。ただ手を口に当てるのみです。私はすでに一度言いました。また言いません。すでに二度言いました。重ねて申しません。主はまたつむじ風の中から呼ぶに答えられた。あなたは腰に帯しておとなしくせよ。私はあなたに尋ねる。私に答えよ。あなたはなお私に責任を負わそうとするのか。あなたは私を非とし、自分を是としようとするのか。あなたは神のような腕を持っているのか。神のような声でとどろき渡ることができるか。今まで何回も引いたあの消防現像のあの千万館のあの借金の話がありますね。菩提心を起こすことは簡単である。そのためにお前には返すことのできなさそうな借金があると思いなさい。それを教授に返せと言われたときにどうする。どうしようもない、どうしようもない。この自我が起こった時に初めての自我が手放せる。神と取引できなくなってしまう。神と取引している間はまだ
それこそ道元禅師の昇進がないんですね。私は、まあ、これは2年前の一番最初の、ここでの法話の時に話したことだと思うんですけれども、5、6歳の時から神を信じなくなってしまったんですね。ある日のクリスマス、あの白いひげをつけたおじさんは隣の家に住んでいるピーターおじさんだということに気づいて、プレゼントをくれる、悪い子には尻を叩く、あのサンタさんは嘘だったと。その日からいいことしたら天国行ける、悪いことしたら地獄に落ちるかもしれないということを信じなくなって、座禅と出会って、座禅したら悟って仏になれるという話を聞いて、ああこれはぜひ、まあ、やってみたいというか、それにかけてみたいと思うようになったんですね。で、まあ、日本に来ていろいろ学ばせていただいて、縁あって今から17年前に安泰寺の住職になったんですね。で、それの時に結婚して、最初に2人子供が生まれて、でちょっと間があって7年前、ちょうど7年前の2月7日に、3番目の子供が生まれたんですね。で、それはどうも、その年は大雪で、なかなか妊婦検診に妻が行けなくて、よく分からなかったんですが、お腹の中で十分に、まあ、大きくならなかったんですね。本当は2月の終わり、3月の初めに生まれるはずだったのが、2月の7日の大雪の中で久しぶりに検診に行ったら、今日中に手術しないと死んでしまうと妻が言われて、で雪に埋もれた安泰寺に先生から電話がかかって、もう今から手術します、よろしいでしょうかと、で、まあ、お願いしますと言って、急いで鑑識で降りて、鳥取の病院に着いたらもう手術が終わって、小さい子供も2000グラムもない1900何十グラムの小さい子供が NICU の箱に入って、体中管がついてるんですね。で先生に聞くと、いや持つかどうかもわからない、でとにかく薬をもう投入して全力尽くすけれども、そのためもいろんな書類にサインしないといけないんですね。もしこの薬の副作用で何か起こってても病院は責任を負いませんよと、それで親がサインをしなくてはならない。で同じ NICU にも右も左も同じような子供が寝てて、そこでも親がまあ祈るような気持ちで見守っているんですね。で機械がピー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 となってて、なんか数値が高いとか低いとか、看護師が走り回る。で仏も神も信じなくなった私ですら、まあ当たり前だと思うんですけれども、頼むから頼むから、もう今回だけ助けてくれというような祈りの声が自分の中に出てくるんですね。もう今まで悪いこともいっぱいしたし、お寺もちゃんと守れず、家族もちゃんと守れず、結局こうなったのは私が一番悪いけれども、今回だけ許してくれ。その相手は誰かよくわからない、神でも如来でも誰でもいいけれども、必ずそういう気持ちになると思うんですね。無神論者ですら、おそらくそういう時、ギリギリの時にそういう気持ちになると思うんですね。で幸い、まあ、元気になったんですね。1ヶ月経ってもう病院から帰ってきて、今はもう元気に育ってます。1年生になりました。来年春から2年生ですけれども、それは私の祈りが聞いたからではないと思いますね。同じ NICU には同じような気持ち、私以上に気持ちで祈ってた人がいっぱいいたはず。で、その中に自分の子供を家に連れて帰れなかった人もいるんです。
子供は当然何も悪いことしてない。親もおそらく悪いこともしていない。同じような気持ちで祈ってたんですね。私も祈った。でもその祈りすら厳しいんですが、道元禅師はまだ精進が足りてないというんでしょう。もしそこ精進があれば、どうぞ、まあ、神様なら神様のその意のまんま、如来の意のまんま、私はこのありのままの現実を受け止めるのみ、その現実の中で私にできる最善のことはする。でもだらをこねない。今回だけ助けてくれすら言わない。これは本当の精進だと思いますね。道元禅師の言う精進、全部お任せする、これはなかなかできない。でまあ呼ぶ気で、おそらくこれが教えられていると思うんですね。ラクダも牛も羊も住人の子供取られて、しまいには何も悪いことしてないのに人々に後ろ指刺されて、あいつはきっと隠れて悪いことしたんだろうと。それでも神や仏と取引をしない、だらごねない。なかなかこれは厳しいことです。厳しいことなので、道元禅師は晩年もう少し優しくなって、仏に帰依して、法に帰依して、僧に帰依して、そしてまた来世同じように帰依をし、仏を作って、法華経も大事にして、お袈裟も作って、座禅もしなさい。でも本音としてはおそらくそんなこともしないで、ただ全てを受け止めて手放して座る、自由三昧、そのため別に念仏でも読経でもよかったんですね。手放しの姿勢でやれば。第三問で何がいけなかったかというと、何かが欲しい。宝くじでも当たってほしい。病気でも治ってほしい。少しでも長生きしたい。功徳、利益が欲しい。その思いがいけなくて、あれだけ、この前の第三問で道元禅師は怒っているんだと思います。今日、長引いてしまいました。すみませんが、まあ、大事な質問を先月いただいたので、それについてもう少し触れたかったんです。全部丁寧に、説明することはできなかったんですが、まあ、資料をもう一回ゆっくり見ていただいて、こういうテキストはもちろんインターネットにも載ってますので、全部インターネットでも、読めます。キリスト教においては、この呼ぶ気は非常に、まあ、大事な重要なテキストの一つです。仏教とか読んでも、まあ、いろいろヒントは書いてあるかもしれないです。今日、ありがとうございました。また来月は15日でしたか。はい、日本の日にまたお世話になりますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。